四十二編です。四十二編から始まった第二巻。いよいよ、ダビデの子が王座に着きます。神を、あなたの公平を王に与え、あなたの義を王の子に与えてください。彼は義をもって、あなたの民を裁き、公平をもって、あなたの貧しい者を裁くように、もろもろの山と丘とは、義によって、 民に平和を与えるように。彼は民の貧しい者の,の訴えを弁護し、乏しい者に救いを与え、虐げる者を打ち砕くように。義と公平、たくさん出てきましたね。はい。義と公正といえば、アブラハムです。うん。アブラハムを選んだ理由という箇所ですよね。アブラハムを選んだのは、 主の道を守らせ義と公平を行わせるためである、うん、このアブラハムの約束の子孫がいよいよ王座について憐れみ深い裁きをしますそしてアブラハムを選んだ理由のもう一つは地のすべての民が彼によって祝福を受ける、うん、そして約束の子孫が王座につきましたので全世界に 平和が宣言されます。彼は一月とのあらん限り、よよ生きながらえるように。彼は刈り取った牧草の上に降る雨のごとく、地を潤す夕立ちのごとく望むように。彼の世に義は栄え、平和は月のなくなるまで豊かであるように。彼は海から海まで収め、 川から地の果てまで収めるように。彼のあだは彼の前に鏡。彼の敵は塵を舐めるように。タルシシュ、および島々の王たちは蜜木を収め。シェバとセバの王たちは贈り物を携えてくるように。もろもろの王は彼の前にひれ伏し。もろもろの国民は彼に仕えるように。 国々が貢ぎ物を持ってきますけれどもその中でもこのシェバの話がありますねはいシェバの女王は主の名に関わるソロモンの名声を聞いて貢ぎ物を持ってきますうん第一列王記の10章に書いてありますよねたくさんの宝石を持ってきますそれでソロモンの知恵と宮殿と食卓と、うん、家来たちの態度とか服装そして 主の宮で捧げられる生贄を見て。うん、驚くんだよね。栄光と誉れを見るということですよね。彼は乏しい者をその呼ばわる時に救い、貧しい者と助けなき者とを救う。彼は弱い者と乏しい者とを憐れみ、乏しい者の,の命を救い、彼らの命を虐げと暴力とからあがなう。 彼らの血は彼の目にたといこれが知恵なんですよねソロモンは王座につくと約束された時に神様に知恵を求めました、うん、民を裁く知恵これをくださいと求めましたけどもこの貧しい者弱い者を憐れむへりだった王であるということが本当の知恵なんですね、うん、これが王様が求めるべきものだと言われているものでしょう、はい、うん まさにそれを与えられてそのように裁いている王様が来ましたということを歌います。彼は生きながらへ、シェバの黄金が彼に捧げられ、彼のために絶えず祈りが捧げられ、一日中彼のために祝福が求められるように、国のうちには穀物が豊かに実り、その実はレバノンのように、 山々の頂に波打ち、人々は野の草のごとく町ちに栄えるように。彼の名は常しえに続き、その名声は日のあらん限り耐えることのないように。人々は彼によって祝福を得、諸々の国民は彼を幸いなものと唱えるように。すべての国々が来て、 幸いなものと唱えるようにと書いてあります、うん、シェバの女王が来た時にその富と繁栄を見てあなたの妻たち家来たちは幸いですと言っていますそう、幸いだとここに直接出てきますよね、はいうん、そして主の名は褒むべきかなイスラエルを愛して正義と公正を行われる神様だということをシェバの女王は主を褒めた,たえます イスラエルの神、主は褒むべきかな。ただ主のみくすしき見技をなされる。その光栄ある名は、とこしえに褒むべきかな。全地は、その栄光をもって満たされるように。アーメン、アーメン。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。エッサイの子、ダビデの祈りは終わったと書いてありますけれど、ダビデの最後の言葉というのは、 第2サムエル記の23章に祝福の言葉があります。それと第1列王記の2章にソロモンに相続する言葉もあります。ですからこの72編がダビデの子の支配の完成を表しているという意味でダビデの祈りは完成したという意味もあるのかもしれませんね。うん、イスラエルの神主ははべきかなこれは 巻物の最後についてる昭栄の言葉なんですね。41編、89編、106編。そして、ダビデの子であるシュイエスが来られた時に、バプテスマのヨハネのお父さんであるザカリアが歌を歌います。出だしが、主なるイスラエルの神はホムペキかな、うん。この言い方を聞いたら、詩篇の巻物の最後の昭栄の言葉を思い出してしまうんですよね。うん ですから、紙幣全部を成就するメサイえが来たと。来た。うん。そして、民を顧みて、救いの角をしもべダビデの家に建てました。そして、預言者たちの口によって語ってた通りに、敵から救ってくださる。そして、その聖なる契約、父アブラハムに与えた誓いを覚えてくださって、敵から救い出し。うん。ダビデの子、そしてアブラハムの子孫なんだと。 そのメサイアが来たということを、この詩篇の巻物最後の主は奉むべきかなという言い方で、ザカリアは歌ってるんだと思います。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。